井口さん、今日はキノコ狩りよろしくお願いします。たくさん取りましょうね。あ、見つけましたよ。これはマイタケですね。うわー、ほんとだ。私も探そうっと。わ、見つけた。樋口さん、これは？あー、ヒラリーさん、それは食べられないキノコですね。あー、そうなんですね。残念。お、今度はエリンギ見つけましたよ。わー、ほんとだ。美味しそう。私も頑張ろう。あ、樋口さん、これは？あー、ヒラリーさん、それも食べられないキノコですね。またか、残念。おっと、これはマツタケだ。え、すごい。マツタケ見つけたんですか？樋口さん、すごいですね。私もマツタケ探すぞ。あ、樋口さん、食べられませんね。ちょっと樋口さん、ちゃんと私の見つけたキノコ見てますか？見てますよ。てか、逆になんで食べられないキノコばっかり見つけるんですか？そんなこと言われても。これでは筋があるのかないのか分かりませんね。スーパーでキノコ買ってきます。 ZIP FM Original Podcast Woodcast。 こんにちは、ヒラリーです。ウッディーラーの樋口です。 ZIP FM オリジナルポッドキャスト、ウッドキャスト。この番組は森と人の距離を近づけるプロジェクト、ウッディーラーの樋口さんと、いつかツリーハウスを作ってみたい私ヒラリーが、ものづくりと森づくりをつなげる自然まみれのプログラム。ぜひ最後までお付き合いください。いやー、キノコ狩り本当に行きたいですね。ウッディーラーさんで企画してほしいです。そうですね、まあ、キノコ狩り楽しいでしょうね。でも、前にも言いましたが、このキノコ狩りっていうのはちゃんとその知識のある方と行った方がいいですよね。あと、無断で取ってはいけませんよ。皆さん、ちゃんとルールを守りましょう。さて、今回のエピソードなんですが、今無断で取ってはダメというお話も出ましたが、そもそもその森っていうのは誰のものなのか、これってどこの森も明確になってるんですか？はい、そうですね、もうそのきちんと森の持ち主、誰のものかっていうのはちゃんと決まってるんです。これは山ごとにこの持ち主がいるんですか？はい、そのまずね、この森っていうのは大きく分けて持ち主を2つに、一旦分けますね。2つ、はい、で1つは国が所有している、いわゆる国有林と言われるとこです、もう1つはそれ以外の民有林、この2つになりますね。じゃあ、そう、国が所有してる森っていうのもあるんですね。はい、そうなんです。だいたい日本の森の3割が国有林で、残りの7割が民有林です。もう民有林、はい、この民有林もね、この、さらに2つに分けられまして、1つが県とか市とか、この地方自治体がね持っている、いわゆる公有林、県有林とか、市が持っている私有林、とか、これと、もう一つがその会社とかね、個人、例えば、僕が山を持っているとしたら、樋口山なのかちょっと分からないけど、個人が所有している私、私の有する林と書いて、私有林と読むんですけど、この2つがありますよと。そういうふうに分けられてるんですね。はい、民有林のうち8割ぐらいがそのいわゆる私の、私有林なんですね。じゃあ、その会社で所有していたりとか、この個人で山を持っていたりするわけなんですね、結構。はい、そうです。すごいな。じゃあ、やっぱりこの私有林には勝手に入っちゃいけないんですよね。もちろんもちろん、ちなみにね、いわゆるその森っていうか、その山といったのかな、これにはね、その森林法という法律もあるんですよ。もう森林法、そうなんですね。そのちなみに、この私も森が欲しいってなった場合っていうのは普通に買えるんですか？ああ、もちろん買えますよ。なんか最近だとね、本当にそのなんて言うんだろうな、山の不動産専門の、山買い .net とか、なんかちょっと詳しく覚えてないけど、
山の山林の売買専門の、うん、まあ、いわゆる不動産のサイトとかサイト、はい、あったり、うん、あとはなんか、まあ、雑誌とかでねそういう特集をしてたりとか、なんかそういうので購入することはできますね。じゃあサイトってことはネットとかから山買えるんですか。はい、そんな時代なんですね。ちなみにその山っていくらぐらいで買えるんですか。まあ、本当それはもう本当なんていうのかなピンキリなんですよね、うんうんうん、もう本当何十万、まあ、その大きさもよりますけどね、うん、面積によるけど大きくても本当に何十万とか数万円みたいな話もあれば、逆に数千万円、うん、何億とかっていう、まあ、そういうその価格帯の幅が大きいですよね。へえ、それなんでこんなに値段が違うんですか。まあ、やっぱりまずは大きさ、大きさ、山の面積ですよね。大きい方がやっぱりその、うん、例えば一坪あたりの値段が安くても、うん、面積大きければ高くなりますよね。その山一個ポンって買うってわけじゃない。そういうのもあるよっていう話。あ、そういうのもある。そういうのもある。へえ、うん、実際ある。それはやっぱりちょっと値段がお高いよねってなります。面積大きいから、まあ、まずその値段の違いって言ったらまあ面積、うん、でその次にどこにあるのか、どこに町に近いとか、あ、その道もないとこ、うん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 、もうなんか徒歩で行かないといけないみたいな、そういうとこなのかみたいな、その行きやすさとか、うん、立地って言ってもなんかあれみたいですね。その普通に家を借りるとか賃貸とかで、うん、駅近かどうかみたいな、そんな感じで変わるんですね。駅近で徒歩2分とか、何分以内だったら安くてみたいな。そうそうそう。であと なんだろうな、近くに小学校がありますよとか、うん、セブンっていうかコンビニがありますよとか、うん、なんかそんなんにもよっても、うん、その立地っていうのはやっぱり価値っていうかね値段が変わってくる、うん、あとはそのどんなものがそこの山にあるのか、うんうん、山って言っても岩ばっかりの山もあるんですよ。あー、なるほどね。とか崖になってるとか、うん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 、そういうのは安いよね、うん、なるほどなるほど、うん、であとはそのヒノキ杉って今までやってきたねこの人工林がもともとありますよ、うんうんうん、けど手がつけられてなくてなんかものすごいなんていうのかな、うっそうとっていうか、まあ、いわゆる健全じゃない山、うんうん、みたいなのはやっぱりお安いでしょって。あー、なるほどね。逆にもうなんかこう先祖代々手入れしてきましたみたいな、うんうん、巨木でなんかすごいいいのが生えてるっていう風だと、うん、木の値段もそこに付加されるんで、なるほど、お高いんでしょって。そうなるんですね。そっちになる。ちなみにこの土地っていうのは、土地をその買うのは、うん、めっちゃバカな質問かもしれないですけど、はい、買い切りなんですか。買い切り、なんかサブスクみたいな感じで毎年いくらみたいな感じではないんですかね。あのね、それで言うと、うん、共同購入とか、はいはいはい、まあ、そういったものもあるんですよね。へえ、なんて言うんだろうな、船とかヨットとか、うん、あれって何億円とか何数千万とかするんだけど、うんはい、それはなんかヨットみんなでヨット一人で乗っても面白くないんで、うんうん、友達グループと一緒に、うん、まあ、ヨット買って、うんうん、まあ、ちょっと海出たいなとか、それと一緒で山もその一人で買っても、まあ、どうしようもないとかだったら、うん、仲間で集まってみんなで山を買うって、まあ、代表は一人決めておくんだけど、うんうんうん、まあ、そういった買い方もありますよね。へえ、あ、そうなんだ、うん、例えばまあなんかイメージしやすいのだと山を買って開発したいとか、うん、まあ、昔はよく流行ったのが山を買ってゴルフ場にするとかスキー場を作るとか、で山にそのリゾート地を作りますよっていう、その開発ね、うんうんうん、ホテル建てたり、うん、あと温泉施設を建てるとか、うん、なんかそんなんも山の売買の中に入ってきますよね。そっか、じゃああんま考えたことなかったけど、そうだよね、スキー場とかもあれ買ってるんですもんね。そう、そ誰かの土地だもんね。でそれは個人じゃないよね、うん、まあ、そうですね、企業で、だからみんなで出資して買いますよ、うん、はいはい、なるほどね。ちなみにこの山の
面積とか買ってメリットとかってあるんですか？なんか常にお金入ってきますよとか、あのメリットで言うと、なんだろうな、まあ今ずっとやってそのいいヒノキがいっぱい生えてますと、そこの山を買ったらヒノキを売ったら儲かるよと、そういう買い方もあります。だから、林業会社とか、まあ、最近だと製材屋さんなんかは自社のその材料を仕入れるために山を買いますよと、それは目的としては木が生えてるヒノキの山を買ったり杉の山を買ったりとは、それは1個ある。はたまた、キノコ、キノコといえば松茸、で松茸が生える赤松の林、そこを買うとなれば松茸が出る価値があるからお高いよねって、なるほどね、そういう買い方もあるのか。そう、だからそういうそのそこの場所に何があるのかっていうのでいろいろとやっぱり価値は決まってきますよね。なるほどね。さっきその山を買うってなったらその山1個とかでもあるし、はい、ちょっとずつ その面積でもあるって言ってたんですけど、これはその区画っていう風にその分かれてると思うんですけど、そう、分かるんですか？見てパッと見てなんか縄とかロープとかでこっからここまでみたいな目印とかがあったりするんですか？あのね、これは実際にロープが張られてるっていうわけじゃなくて、いわゆるその一般的な、そのまあいわゆる山みたいな人工林の話で言うと、まあ、その細かく区切られてるんですね、山主が、山主さん、このあの山一面の中でこうパッチワークのように細かくその所有者っていうのがたくさんいて、斜面の中に、ただそれをどういうふうに自分の山だって主張しているかっていうと、その中に大きい石があったりとか、でかい木が生えてますとか、なんか花が咲いてる花が咲く木がそこにあるとか、っていうのをわしの山はこの石の右側からこっちでとか、そういうのをみんなでやっていくんですよね。へえ、じゃあその割とじゃあその岩がちょっと欠けてとかちょっと移動しちゃってとかでちっちゃくなったりとか逆に広くなったりとかあったりするんですね。いや、それはだってあの山が雨でちょっとこう崩れちゃったりしたらちょっと動いたりとか。そしたらその雨であの土が柔らかい時にちょっと行ってこう岩をグッとずらして、まあ、そんなことやした昔の人はそんなせこい人は多分いないと思うけど現在で言うと、なんていうのかな、まあ僕らが活動拠点としている豊田市、まあ、ここなんかはですね、その森を団地化するっていうことで、その細かい山主がいっぱいいますよと。で自分一人ではその林業として成り立つだけの面積がないものですから、ある程度の大きさをまとめますよと、でそういうのを団地化っていうんですね。でその時にあの行政が主体でやっていくもんですから、じゃあその動いちゃいけないとか、なんかやるのでちゃんと測量をしてですね、バレるんですね、やったらもうちゃんと GPS とかなんかそれであのきちっと構図に、こっからここが誰々さん家、こっからここは誰々くんのものとかいうのをやって、その団地にしたその所有者、10人ぐらいとかの単位でやっていくんですけど、その全ての人の合意を得てその団地にするっていうふうで測量やってったりするんで、もうそれはもう見えないロープがもうきちっと張られてると。なるほどね、同じことになりますね。じゃあまあ安心ですね、そっちの方がね。あ、もう最近はそういうことになってますので安心ですよね。もう岩を移動してとかそういうのはできないんですね。そっかそっか。でもなんか私もいつかなんかねビッグになって私有林ゲットしたいですねそしたらあの樋口さん招待しますね。はい、あの楽しみにしております。樋口さん次回もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ウッドキャスト次回もお楽しみに。森は暖かい。